そんなに知りたきゃ教えてやる。自爆転生。 激文です。その内容は実に信長らしい。読む者の心情をなで操る代物。
的な操作はできないのか。川鍋さん、林商事、辻ギャラリー、原田マネージングという会社に聞き覚えは。川鍋さん。うん。林商事。には当たりと外れがある。外れはすぐわかるが、当たりは時間をかければわからない。人間。人間には当たりと外れがある。はいはい、周さんね、感謝いたしますよ。冥府の魔女なのか。たふりでからかわれたことなら何度もあった。そうか、しずのもそれ似合ってるぜ。おめでとう、すごいわ。生まれて1ヶ月で学院に合格しちゃうなんて、本当にどうしてそんなに賢く。まだ1ヶ月なのに、まだ1ヶ月なのに。こうして生きてるんだから、それでいいんじゃねえのか。じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士がこの。引き継いだ誇りは自分で捨てた。そうしてむき出しになった自分はどうしようもなく。教えてくれよ妹。もう家じゃのう。石か長さん派じゃ。どうぬら、人間は繊細じゃのう。分かったらさっさとこれを外せ。まあ、ああ、ちょっと失礼。立ってんの疲れた。はい、行きましょう。んで、まあ、はい。アイス、エイジ。この町に来てから一日一回は食べてるよ。まあ、ちょっと工夫はするけど。そのパンに使ってみろよ。あんたも、あ。になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。匂いがする。血の匂い。